改めまして、神谷浩史です。モス、小野大輔です。では、リスナーから届いたフスストを紹介していきますよ。よろしくおい。さえみーさんからいただきました。ありがとうございます。サンキュー。神谷さん、小野さん、こんばんは。今日はお二人にお願いがあってメールしました。なんだい？私の携帯の暗証番号を考えてほしいんです。お？私はどうしても数字を覚えるのが苦手で暗証番号を忘れてしまいます。ですが、大好きなお二人に考えてもらえれば忘れないと思うんです。よろしくお願いしますと。なるほど。考えていいの？この暗証番号いくつ？どれでいいですか？携帯と iPhone とキャッシュカードのやつと。銀行？銀行がいいっすか？なんで教える気満々なの？お前。っていうかね、全部バラバラにしてんの？バラバラにしてますね。ああ、そうなんだ。全部じゃないけど、うん、結構バラバラ。へえ、うん、まあ僕もでもバラバラなのかな。うん。意外とね、なんか今パッと思い出そうと思っても、なんかこういう時って意外と思い出せないもんだね。なんでだろう。そうですね。その場合、その時にならないとね。そうですね。うんうんうん、でも、忘れちゃうとまずいじゃないですか、やっぱり。うん。相当インパクトは欲しいですよね。そうだね。でも人にバレないやつですよね。はい。うん、だから、俺の好きなものある？好きなもの、仏像？仏像？うん。アシュラ。アシュラ。アシュラ、全然ダメだ。もう数字のヒントは一切ないね。一個もねえよ。33元動が好きでさ。33。もうないね。元動がない。はい。カメさん好きなものは？好きなものはなんだろうな、猫。にゃん。にゃ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 ーん。にゃん。2222とかでも、22222か。でもそういうのダメだからね。同じ数字の繰り返しみたいなのはね。あー、そっか。なんだろう、ギアガールっぽいのないかな、なんか。今なんか作家が必死になってね、うん、牛くで、なんか出てるから。牛くし。牛くし。ああ、なるほどね。うないんだ。うは難しいですね。うん。こじつけらんないな、うん。俺たちに関係あるやつ。シェルフ！まあそもそも3文字だからね。ふ。ふが2か。シが4か。ルは ?6。で、0つけて、おしるふ。おしるふ。046に、おしるふ。おしるふ。いいんじゃないの ?046 に。シルフって毎月何日発売 ?22 日。22。毎月22日。もうダメだね。数字2つしかないもんな。やっぱおしるふだな。お上品におしるふ。おしるふでいきましょう。046にでおしるふでお願いします。大丈夫決定です、ね。大決定です。それでも絶対忘れないですからね。シルフは毎月22日発売ですよ。はい。